はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターファーム2プレイしていきます。さあ今回は大陸対抗戦ですね。最強モンスターのアキレールかハメドと戦っていきましょう。はい、で能力の方ですね、こんな感じになっています。まあ前回言った通りね、大会の方で能力上げて、まあ前回よりはかなり上がっているかなと思いますね。はい、もう命中もレベル20いきそうだし、あとは力賢さと、ここら辺も上げていきたいといった感じですね。で技は変わりなく、やっぱり技はこんな感じになりそうかな。あと一つはちょっと、能力優先したこともあって覚えられないかなと。はい、それではまずこの選抜からいきましょう。さてさて、ここでは覚えた技を使っていくかな。まあここら辺はいつも通りやっていきたいなと思います。でいつもの面々ですね。何打とうかな。さあダフィエル、もう相手ではないですね。これだけ強くなればオール800は超えてるな。850ぐらいあるか。さあ雷打ってもらっても、お、当たる、 9% 当たるなんか出だし悪いな。さあ往復ビンタで、まあこんな感じででかいな。ジールってでかいですよね。アイスタワー覚えて技を使っていこう。でハンドプレスで死なないよな、こういう感じボコボコにしていってる。階の壁かわして、これ微妙に処理落ちするんだよな。あとはパワーキャノン打つかな。よし、あれマジで意味不明なる。アッパーキャノンで OK。 おー結構使えたな。さすが技たくさんだけあってまだまだ使える技はあるなと。よし、危険あとどうだろうな、1回ぐらい危険されるかな。お、戦ってきた。でもタナトスはあんまり耐久性がないんでそんなに技は使えないのかもですね。271か。まあこいつもあんまり耐久性ないですけどね、こいつよりはだいぶ違う。でセナ、でセナほんと強いな。 44% か。でジャブストレート、よし、おお、ジャブストレートこんな出る。アイスビームとか叩くことが多分知るな。じゃあ吹雪で、よし、いいですね。あとアイスダンスは使いたいな。やつで使えるかな、マホロディ。さあマホロディに危険されるかどうか。お、戦ってきましたね。さてさてマホロディ、どうだろうな、2発ぐらいかな。結構パワーのある技がまだ使っていないんで、アイスダンスは打ちたいし、ダダッコいっとくかダダッコして、あとアイスウェーブもいけるかな。ナイトウェーブ、おおよし、多分死なないと思う。おお、ギリギリ。じゃああとはアイスダンスで、これで全部使ったかな。アイスビーム打ってないか。まあアイスビームはいいやよし、これでまあ予選としては完璧ですね。はいとでも呆れるハメットに何を使っていくかだよな。よしと、で最後の対決が行われて、ダフィエルは全敗と。よし、じゃあとりあえず予選は勝ったんで代表になったんで、はい、本戦の方に行きたいなと思います。さあ大陸対抗戦来ました。さあ今回はどれぐらいで出てくるかな。対抗戦闘、いつもこっちが勝ってるけどあっちの人はどうなってんのかな、どういう感想なんだろう。結局勝つんですよね、こっちが勝てば。もう出ないか、ライトニングか、くそー。まあじゃあ見ていくか。ここら辺の対決見たいなどうなってんだろうな。サスベインとエンターウ、おお強いぞ。ピラトとこれ見たいな、この対決絶対嘘だと思う。
絶対ありえないかな、あんなアショア。おお、さすがラネイル。じゃあまずザコ行きますか。はい、さっきの大会でね、能力上がって力と賢さはレベル上がりましたね。あとは命中が上がってくれればいいかな。回避は多分体型補正で999いってると思うし、さっき打ってなかったアイスビームを打っていこう。よしまあこんな感じで、これで全て技使ったかな。じゃああとはダダッコして、ダダッコダダッコまあここら辺はまあ勝てますよね。よし、じゃあこんな感じでやっていきましょう。はい、次はアルグラーデ。もうここは指示なしでね、どういう動きをするか、はい、見ていきたいなと思います。よし、吹雪やっぱ打っていくのかな。打たない、アイスダンス、アイスダンス打っていく。かわされたぞ大丈夫か。おお、超ドラゴンパンチ、怖いな。ちょっと一発目でアイスダンスを打ってしまったのはやっぱ心配ですね。お、アルグラはなぜかガッツ回復が遅いんでね、本来だったらこれが正解なのかね。僕のバージアハピの動画もあると思うんですけど、プレイヤーが使うとガッツ回復がねめちゃめちゃ早いんですけど、コンピューターだと遅いっていうやっぱバグですよね。さあ意外に苦戦してるな。そろそろキャノンでビンタかビンタでもう倒してくれよ。アッパ狙っていくな。お、マジ KO できない。 KO はでかい技ばっか出して最後ダサいな。まあ一応勝ちですけど、ちょっと今回ダメだったな。さあ次行きましょう。はい、続いてはシングマ。まあここも指示なしで行くんですけど、ちょっとさっきの戦い見てると心配になりますよね。どうだろう、ダイレクトに吹雪打たないんだよな最初に。吹雪っていうのはそんなに悪い選択ではないと思うんですが、打ったこいつ運悪くない 96%。 さっきもアイスダンスかわされたしな。悲しいな、それは辛いよな。そうだった、96% 外れるか、普通かわいそうになってくるわ。頑張ってぐるぐるこいつの運だったら今の当たりそうだったけどな。さあ頑張れ、アイスビーム硬いな。もっと大技打っていってほしいよ。まあ 96% 外れたからトラウマになってんのかなアイス、あそうだ、アイスメテオ使ってないな。アイスメテオ忘れてた。アイスナスようやく当たったか。アイスメテオ打つの忘れてた。おお、すごい出たな。さあ次次、はい、ここで最後ですね、ザコ四天王の最後の総決で指示ありですね。アイスメテオ打っていきましょう。ちょっと打ってなかったあれの存在を忘れていたな、本当に。全然使わないんでね、これコスパが悪いんで。あ、強いな久々に使ったらめちゃめちゃ強いな。よし、じゃああとは呆れる待ちましょう。はい、そしてハメントが来てくれましたね。いや久しぶりのハメントなんですけど、もうこっちのチームのね負けが確定してるっていう珍しいな。だいたいね2勝2敗ぐらいで来てくれるんですけど、今回はちょっと3敗してましたね。ピラト、カプラン、レックネンか、ここら辺頑張ってほしかったな。さあハメント、まあ賢さは高いんですけど、他の能力はモストぐらいかな。よし、とにかく作戦は見てみないとわからない。 69% かってことはこれ、うわなんだおなら技のあれやってる、縛りプレイやってる。アッパーキャノンで 50% か、ちょっと固くいきたいな。ダダッコダダッコ安定してるんでね、ダダッコ打っていこう。ちょっと溜めていって、90ぐらいまで。よし、アンケー、これかわして、おお似てますよねこのジールと。まあもちろんハムが入ってるっていうのもあるんですけど似てるよな、ハムとこのカラカサくんは。さあダダッコ強いんだってかダダッコがめちゃめちゃ強かったって。よし、じゃあ決めに行くか。オーバーキルを狙って、くっそーマジか、
だったらアイスビーム2発でいいんじゃないかな感じがするよ。ジャブストレートでもいいけど、アイスビームは相当命中率が高いんで。よし、もう一発、これで固く系を狙う。根性だけはやめてねよし、なんか久しぶりに KO できた気がするな。前回が KO できなかったんでね。まあでも KO は今回自体ってか今回はかなりやってたか雑魚相手だったんでね。真剣勝負だと久しぶりの KO。 よし、これどうなるんだ。あー、敵チームあれ、にゃー負けてるんだけど、なんかあんまり負けてる感はないな。まあ試合に勝って勝負には負けたかな。違うか、勝負に勝ったけど試合には負けたっていう感じか。能力これ上がるんだよな。上がりこれいいのかな。まあこれいいですよねちゃんと勝った分上がってんのかな。負けたバージョンじゃないよなと思いたいんですけど。はい、じゃあ最後の仕上げしていきますか。あとはもう回避だけ上げたらいいかな。うん、いいと思うそれでちょっとオイリー上げて、もう本当に巨石余計1回2回やるだけでいいと思うんですよね。これで結構回避あるからバリアム1個ぐらい上げた方がいいのかな。そこら辺もちょっと考えておこう。よし、いいですね。これで OK これでほぼ完成かな。元気みたい。あ、中精度下がったからオイル上げないと。多分これで完成するんじゃないかな。中精度が上がれば OK ですね。よし、パークに行こう。はい、ということで無事完成しましたね。そしてハメッド戦も強かった。やっぱりダダッコパンチって強いなあれクリティカル率も結構あるんで、うん、コンピューター戦ではあれを積極的に使っていってほしいですね。で、最終能力はこんな感じになりました。まあ、オール850ぐらいと言えばいいかな。それぐらいですね。うん、8歳1ヶ月と結構いきましたね。で、どうだろう。まあ、激狩りなんで、回避自体はレベル20ぐらいあるのかなと思いますね。もう最後にバリア面を上げなかったんで。で、命中も高いし、うん。どうなるかな、次どうなるか微妙ですね、これは。ちょっと賢さをできれば900にしたかったんですけど、まあそこまではいきませんでしたね。やっぱり結構技覚えたんで。1,2,3,4,5,6,7,9 個か。言ってそこまで覚えてないか。まあ使い込み技もあったんですけど、そうですね。まあ9個だから平均ぐらいかな、いつもと。はい。でも能力強いっちゃ強いしな。オール850って言ったらかなり大変だし、はい。結構強くなってくれたんじゃないかなと思います。そしてね、次回は妖怪軍団との対決になるんですけど、いや、どうかな。ちょっとね、コンピュータ戦が怪しかったんで、わからないんですけど、そこまで手応えはないかな。でも言ってね、知らぬいの時もそこまで手応えがあったわけじゃなかったんですけど、あれだけ素晴らしい結果を残してくれたんで、はい。次回もね、まあ、期待して、楽しみにして、やっていきたいなと思います。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て役に繋がっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。